今日の字はこうです。横画3分の1のところに縦画が通ります。ここは軽く跳ね上げて、点と横画の間は離します。点は寝かせ気味に、左払いは曲線的に払いましょう。ここの部分のつなげ方も気をつけるとかっこよくなります。この字は主に学校の校として使われます。校舎、校章、校歌に校則、そして登校下校など。そこで学校とかけまして、急ぎの旅と解きます。その心は休校が一番。お後がよろしいようで。